皆さんこんばんは。今夜も数あるラジオ番組から FM ギノワン飛行機アイランドをお選びいただき誠にありがとうございます。当番組はかりゆしエア提供による航空系情報エンタメ番組です。今夜の59便のフライトアテンダントは私近藤とアシスタントの鈴とでミキサーがいない。今日も翔也さんまだお越しになってないので代わりにやります。 FM ギノワンのひろきです。はい、すいません、お願いします。今夜の59便のフライトはですね、最近話題のドローンということで、だね、以前にも何回かやってるんだけどね。そうですね、何度もやってますね、はい、何度もで、ね、多分3回目だね、ドローンに出たりするの、うん、結構やってるよね、はい。12月2日に、沖縄工業高等専門学校で、第1回沖縄ドローン大会というのがちょっと開催されるんですけど、まあ、それには、それの紹介を含めて、ちょっと今日はドローンのことについていろいろお話ししていけたらなと思います。あとで、ゲストの方、ミニサーベイヤーコンソーシアム の、はい、メンバーの方来ておられますので、はい、入っていただきますので、それでは、ただいまの宜野湾市の天候は晴れ、気温は26度との報告を受けております、うん。今夜もわずかなひとときではございますが最後までお楽しみください。番組ではリスナーからツイキャスやメールをお待ちしています。宛先はアイランドアットマーク FM 宜野湾 .com、 アイランドアットマーク FM 宜野湾 .com です。当番組は797変えたよね。変えた。変えたよね。いやいや見てない。変えてますらそれ読もうよ。そうだね。大丈夫さ。急に来たから、はい。飛行機アイランドは空撮をもっと身近に、かりゆしエア、航空ファンが集まるお店、那覇市栄町航空バーノッチフラップの提供でお送りします。はい。変えたよね。知らんかった。噛みまくりやね。そうだね。びっくりしたもん。えって。たまに変えるから。たまにっていうか知らせて多少知らせてくれないと戸惑いますから、はいはいはい。早速、今週もリスナーの皆様来ておられますね。空軍一号さんから台湾からこんばんはということでありがとうございます。ありがとうございます。ネットラジオ、ネットラジオとかネットでもラジオが聞けるから台湾からも聞いておりますね。どっからでも聞こえるよね、はい。でミッチーさん、ミッチーさんは関東の方でしたね、うん、はい、確か。ミッチーさんこんばんは。であと、ファミコンさんも、はい、59便ナウということで雨降りナウということですね。ちなみに台湾も雨みたいですね。でミッチーさんからなんか外国からの観光客がドローンを姫路城にぶつけたとかいうニュースが、ね、そもそもあそこで、ドローンを無許可で飛ばしたらアウトではっていうありますけど、そうですね、これまたちょっと後で、取り上げたいと思います、うん、はい。はい、それでは今週の、航空ニュースアクセスランキングフライチームさんからいきましょうね、はい、はい。ではまず1位、エミレーツ保有する旅客機が A380 と、777に統一、最後の A330 が退役ということですね、2位、空自第301飛行隊、10月末にニュータバルから百里への移動が完了、3位シンガポール航空、12月から羽田シンガポール線にA350 を投入、羽田発、4位 ANA A321 の、JA111A を11月12日に定期便で運航開始、3路線に投入、5位、超音速旅客機を目指す XB1 ベイビーブーム2017年下旬に初飛行へ、6位海事 P1 ニュージーランド地震に対応、国際緊急援助隊の派遣命令で、7位三菱航空機 MRJ の4号機、JA24M をアメリカに、フェリーグアム到着、8位、ANA 成田メキシコシティ線を2月15日に就航、スケジュールも決定、9位、政府専用機ニューヨーク経由で南米へ、キロは、バルセロナ経由で世界一周、
10位 JAL 11月10日の JAL、646便で客室乗務員が重傷、上昇中の機体同様でということで、はい、とりあえず、今週からちょっとね、まず一旦全部一気に行ってみるね、やり方変えたよね一にしてみたね、タイトルだけね、うんうん、でその中からで、ちょっと気になったのをピックアップする、うん、しようかなみたいな、うん、でも一気に全部行ったら疲れるね。そうだね、ちょっと間が、あれいつもと違うなと思ってうなずきもしようがないよね、とりあえず、あ、ファミコンさんからエアバスの A3 シリーズ種類が多すぎて困る。そうなんだよ、うん、ボーイングは分かりやすいけどエアバスなんかね、最初はめっちゃ分かりづらかった。いくつぐらいあるの種類？いくつというかその、型式名、種類名があるんだけど、うん、A380 とか330とかあるんだけど、うん、最初それがすごく分かりづらかったね。まあロシア空軍の戦闘機と比べたらまだマシだけど、まあ分かってないね、ごめんね私も小屋くんも種類多いんですか？いや種類が多いというか一つの種類じゃないんだって。名称がね、あの名前でしょ、あ、そう、バージョンが多すぎるみたいな感じ。うんうん、そうそうそう、型が違う。まあだからマイナーバージョンするたびに、うん、名前をかなり変えるような感じ。だからちょっと分かりづらいんだけどね、うん、そう、この中でちょっとね、今週で興味があるのが超音速旅客機 の XB-1 ってやつ、なんかコンコルドより速いのを目指すみたいな、うんうん、まあでもそう、問題は多分以前ね取り上げたことあるんだけど、問題はソニックブームとか、ほらソニックブーム、音速で飛行するとその地上にこう衝撃波が、うんうん、ね、それをどう抑えるかっていう、うん、ことっていうのがあるんだけどね。まあ他にはあとはね、なんだっけ、うん、どれだっけどれだっけどれだっけ、いや、あ、単純にあれだ、一番1位 のエミレーツの保有する旅客機が A380 とトリプルセブンに統一してます。大型機しか持ってないのかよってさすがに、うん、でなんかなんだろう、大体まあ、例えばさ、その那覇空港に来る、うん、エアラインだったら、うんうん、まあ、LCC だったら全部小型機のボーイングの787とか、あ、そうね、737とか、うん、エアバスの A320 とか小型機なんだけど、うんうん、このエミレーで大体航空会社ってその小型機もあれば大型機を持ってるよね、うん、このエミレーツなんか今書いてあるの A380 と777って大型機しか持ってないのかよお前らみたいな。小型機がないんだね。まあそういうね、会社だから、まあ、いいでしょ。まあだからどっちかというとその高級路線の会社、あ、エミレーツ。だから他にも小型機持ってないのかこいつらって思ったんだけど、小型機っていうかトリプルよりもちょっと小さいの、うん、すごいね、エミレーツ。さすがオイルが出る国は違うねなんかね、ルールがあるよね、うん、会社によってね、うん、これで突き通したいんじゃない、大きいものでね。ミッチーさんからエアバスの A300、310、318から321、この318から321って全部ね基本一緒なんだよ。何が違うの？長さが違ういや本当、分からん、どれくらい微妙な感じなの？例えばその普通車、4人乗りの普通車があるじゃん、うん、でそれをちょっと伸ばして、まあ、リムジン長くするじゃん、うん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 、でそれで要は名前が変わっちゃうような感じ。すごいね、長さが違うってことは、うん、乗れる人数も変わってくる、ね、そういうこと、そういうこと、うん、318が一番小さい、うん、で人も乗れるの少ないんだけど、うん、一番大きいのは、うん、一番、まあ、321、まあ、大きいというか長いのがね、長いのが、うん、っていう感じ、うん、まあ分かりづらいけど、まあ、こんなところかな、うん、はい、はい、でもあと一番最後の10位のね、JAL の客室乗務員が、上昇中の機体同様で重傷、これ確かなんかね、なんだろう、離陸中なんか子供がどうこうとかで、うんうん、なんかそれを座らせようとしたのかな、なんかちょっとごめん下の記事が切れてるからわからないんだけど、うん、でその時に機体が不安定になって、うん、ひっくり返って怪我したっていう、ひっくり返ったの、うん、へえ、だったと思う。どれぐらいの角度で、違う、飛行機たまに揺れるでしょ、揺れる揺れる、でそれで CA さんがそれでこけて、うんうん、結構まあ重傷って、だったような気がする。多分そんなんだった、ちょっと覚えてない、災難だね、うん、まあ、だからまあ離陸中はねちゃんと、まあ、
小さい子供もシートベルトつけてちゃんと座ってようねっていうの、そうね、静かに座っとかなきゃいけないね。そうじゃないとそう CA さん怪我させるようなことね。そうだね、いいですね。はい、まあ今週のニュースはこんなところですね。あとドローン関連また、うん、後ほどいろいろちょっとお知らせしますので、はい、一旦ちょっと曲の方に行きましょうかね。Okay, ATIS Information Charlie, wind 330 at 5, visibility more than...
聞きの番組は FM ギノワンのスタジオから生放送でお届けしている飛行機アイランドです。番組ではリスナーからメールを受け付けています。メールの宛先はアイランドアットマーク FM ギノワン .com です。ちなみに先ほどお届けした曲は、柴崎コウの、君の声。はい、はい、知ってた。知ってます。知ってた。おお、さすが。題名は分からなかったですけど全然芸能関係分かんないから。私も知らなかった。おお、なんか、レスキューウィングスっていうアニメがあって、はい、うん、でなんかそれのに使われてた歌らしいんだけど。あ、そうなんですか。うん、まあ、今回ドローン、回転翼で、回転翼といったらまあヘリコプターで、そのヘリコプターを扱った作品ということで無理やりつなげてみた。なるほど、いい感じですね。つながってるからね。はい、ですね。あ、そうだ。多分マイクもうちょっとこのかなり口に近づけないと声が出ないんですよ。はい。そうね、今日は、はい、テーマドローンということで、12月2日にですね、沖縄工業高等専門学校で、県内初で、第1回沖縄ドローン大会というのが開催されます。で、こちらその、まあ、開催主催である、一般社団法人ミニサーベイヤーコンソーシアムから、はい、ゲストの方が来られておりますので、まあ、ちょっと自己紹介、はい、お願いします。はい、どうもこんばんは。私はミニサーベイヤーコンソーシアム、沖縄地域部会の事務局のアシステムビットのキャンと申します。今日よろしくお願いいたします。はい、どうもよろしくお願いします。やっぱり緊張されてます。あ、そうですね、ちょっと緊張してますね。大丈夫です。はい、すぐ慣れますね。はい、はい、今回ちょっと沖縄ドローンの大会ということで、はい、ちょっとご案内告知させていただきたいと思ってちょっと参加させていただいてるんですが、はい、ありがとうございます。まあ、内容といたしましては、はい、まあ、国際ドローンレースと、はい、対しまして、タイの学生、はい、あと沖縄高専の学生さんによる、はい、ドローンの、まあ、レースというのと、はい、それは体育館の方で、はい、午前中行いまして、うん、あと隣の、体育館、まあ、小さな武道館みたいな体育館があるんですが、はい、そこで、ドローンのシミュレーターという、まあ、パソコンに、はい、まあ、実際のリモコンをつなぎまして、はい、実際に ドローンが、まあ、疑似的に体験できるような、はい、形が、できるんですが、はい、そういったもので疑似体験ができるようなブースと、あと小さな、まあ、ドローンを置いて、まあ、ドローンの実際の操縦ができるような、はい、体験ブースと、あと、簡単ではあるんですが、ドローンの、まあ、タイムトライアルのレースと、はい、そういったものを、ご用意して、あと、まあ、日本のドローンの第一人者で、いらっしゃいます千葉大学の、野波教授を招いて講演会というような、そういった、カリキュラムの方を用意しております。なるほどですね。先ほどちょっといろいろそのドローンの競争、はい、というのがありまして、これちょっと僕も参加、申し込んだんですけど。ありがとうございます。はい、これは一般的なその、何でしたっけ、何でしたっけって言ったのかしら、まあ、ファントムやインスパイアとか、まあ、そういったドローンを使って、はい、まあ、ちょっと競争、タイムトライアル競争ができるよということで、これは初心者の方、はい、例えば全くドローン触ったことない、今この隣にいるすずちゃんとかでも大丈夫。はい、大丈夫です。あ、ね、はい、飛ばすにあたって、うん、やっぱりこの許可が必要なんでしょ、資格、ほら。いや、特に資格はなくてもできる。飛ばす場所の制限は、はい、法律で決まってますけれども、はい、飛ばすときはないんですね。今回、グラウンドで行いますんで、ただ初心者ですので、うん、隣に、熟練の、まあ、東コンソーシアムの熟練の、ね、人が一緒に、まあ、いざとなった場合は、お助けをすると、そういう形を。大丈夫なのかな。そうそう、取っておりますね。大丈夫です。危なくない。端っこのグラウンドの端 の, ネットにぶつけそうになったらもうすぐこう止める。ネットどころじゃないかもだからまあ大丈夫という感じですね。そうなんだ。じゃあ安心ですね。そうですね、はい、安心して参加していただければと思います。うん、そうです。であと、まあ、その
このまあドローンの競争で、まあ巡回コース8の字コース、あと巡回コースと8の字コースとはイメージがつくんですけど、はい、スラロームっていうのが、あの、はい、まあ、弓矢型の、なんていうんですかね、はい、フラッグといいますか、あの弓矢型の、はい、輪の中を通っていくというような、そういう弓矢型の輪の中、なんていうんですか、ね、なんとなくあの、はい、こういうトンネルみたいな形で、はい、その中を通っていくっていうような、そういう形ですね。あ、はい、なるほど。ちょっと難易度は高いかなという気がします、はい、はーはー。このトンネルの大きさってどれくらいなんですか。はい、ごめんなさい、ちょっとはっきり1メートルぐらいあるのかな。そんなに大きくはないです。はい、あ、じゃあギリギリ、ドローンのサイズによっても違いますけれども、大きい機体ですとちょっとギリギリの場合かなって気がします。じゃあよりねちょっと難しい可能性もあるってことですよね。まあ、初心者の方はそういうとコースではなくて、もう少し簡単なコースの方を選んでいただければと思います。結構熟練された方々はそういう難易度のあるコースをそうですねやるの、裕次郎さん。いや、一応巡回コースで入れたの、出したんだけど、これ、あ、そうなんだ。あの、変えれるんですかね、後から変えてみたら、せっかくだったら。そうだね、まあ、ちょっとあの人数が多いかどうかによっても変わってくると思うんですけど、あの今のところ余裕があるので、はい、大丈夫だと思います。わかりました。そうですね、あの一般の、全くドローンを触ったことない初心者の方でも、うんうん、あの OK ということですので、うん、12月2日の、9時から、5時の間、あ、この競争は、10時から2時半の間なんですけど、沖縄高専、まあ、ちょっと遠いですけどね、うん、はい、ということですね。あと、このドローン大会の中で、その前に、皆さんがちょっとコメントがいろいろ来てますね。はい、あの130マガソさんから、これちょっとドローンには関係ないけどまだ半袖ですねということで、はい、うん、沖縄はまだまだ暑いです。ちょっと暑いです、うん、今エアコン入れてるよねこの部屋。入れても暑いよね多分今日人数が多いから、はい、で竹さんから、ドローンかちょっと知識がなさすぎかな、勉強させてくださいということで、この方航空関係の方なんですよ、おそらく。あのコメント見てると、まあ、でも航空関係の方でもやっぱドローンはちょっとね、ってことで、ミッチーさんからドローンって将来性のあるものとしてちょっと気になっているところがあるので勉強してみたいですということで、であとはあのシミュレーターがあるんですねということで、実機で飛ばして落として壊しながら覚えるのではないんですねということですね、うん、そう、このシミュレーター、この体験ブースの、1、ドローンのシミュレーターでドローン操縦を疑似体験できますというのは、これはあの、DJI 製の、ドローンだと、そのまあ、シミュレーターがもうアプリの中で最初用意されてるんですけど、それではなくて、全くなんか別のシミュレーターがあるってことですかね。はい、そうです。まあ、基本的には、リモコンの中で操作するっていう意味では同じかと思うんですけど、はい、一応 DJI さんのものではないですね。あ、なるほど。なんかラジコンヘリとかを練習される方が、まあ、実際そのプロポを操作しながら、それに合わせてそのシミュレーターヘリが動く、はい、まあ、そういったソフトってことですね。あ、そうですそうです。なるほど。で、まあ、一般的には、はい、実機で先ほど言われたように実機で飛ばすとやはり、はい、慣れない間は落っことしてしまうというそういうこともありますので、なるほど、シミュレーターで慣れて、はい、まあ、かなり上手くなったなっていうこと、はい、段階で飛ばすっていうのが一番まあ、スムーズにいくとは思います。なるほどですね。でもそうですね、さっき言った、まあ、ちょっとその空撮に、まあ、空撮ドローンの DJI の空撮ドローンですと、あまり落っことすことはそんなにないのかなというのを、リモコンから手を離しても勝手に浮いててくれる、はい、そうなんだ、うん、だからスーちゃんだから大丈夫、うん、こう、リモコンずっとこう、なんだろう、どっちかの方向に押したままにしない限り、倒したままにしない限り大丈夫、浮くんだ大丈夫。知らなかったそれは。ミッチーさんから沖縄高専って辺野古でしたっけって、そうです、辺野古ですね、沖縄県名護市辺野古905番地ですね。だから宜野座インターから降りていけばいいかな、巨大よりですね。で次にこの体験ブースのに、ホビードローンで実際のドローン掃除を体験できます。こっちは空撮とかのドローンじゃなくてホビードローンということで、僕
こはまあ大体まあホビードローンどんなものかあの分かるんですけど、すーちゃん分かる？ホビードローン、うん、かわいい名前だね何結構小型な感じなの？何ですか？何ですか？あ、すいませんね、なんかいきなり振っちゃって話を、はい、あ、すいません、ま、マイクこうあの口の近くに、はい、もうおもちゃの、はい、おもちゃみたいな軽いドローンで、あの非常に、うん、まあ、あの最初の操縦するときは気軽に飛ばせるドローンです、はい、あ、もしかして先ほど触ったやつですか？そうそうそう、あの、あ、うん、あの軽いって言ってたやつ、軽いやつ、うん、おあれなら少々ね、あれ、こっちに持ってこればよかったです、うん、つ無理かいや、それはまあ、ですけど別にまあ今から取りに行っても、ね、大丈夫ですかね。あの10メートル、あ、じゃあどうぞ、全然大丈夫です。しゅやくん取ってきて。値段も安いですし。そうですね、はい。いくらぐらいなんですか、ホッピードローンって。安いやつですと、本当1万円以下から。安い。まあ、ちょっと高価なやつでも6、7万ぐらいの。あれ、落としてもそんなに壊れにくいですか？壊れにくいものもありますし、うん、あの壊れやすいものもあります。なんか、触った感じ、すごく軽くて、壊れやすいような気がしたんですけど、意外に壊れにくい、うん、そうそうそう、今、まあ今ユーストリームやツイキャスで見てる方しかちょっとあの映像が分からないと思うんですけど、うん、今すずちゃんが持ってるのがあの、まあ、ホビードローンの、まあ、の一つですね。確かだ、うん、めっちゃ軽い、片手で持てるほどっていうか、ね、どれぐらいだろうこれ、グラムどれぐらいなんですか、重さは。一般的にはすぐ飛ばせるものにとっては200グラム以下。へー、携帯よりも軽いです、うん、携帯はなんかずっとね、はい、持ってたら手が疲れるけど、うん、これドローン持ってても疲れないかも。そうね、もうだいぶ軽い。これ多分あの一度体育館で飛ばしたことがあるんだけど、うん、体育館のその屋根のあのまあ一番上ぐらいまで上がって落ちてきても壊れない。へー、すごいね。軽いから飛びやすいかもしれないですね、うん、こっちの。そんなことない。逆にむしろ難しいですよね。そうですね、最初こちらで飛ばした方が、うん、あの難しいんですよ。高いドローン、値段の高いドローンは結構安定して飛ぶんで、そうなんですか。こういうおもちゃのドローンで結構不安定なので、うん、こちらで練習すると、あの、いざという時に困らないとか、あ、はい、本番っていうか、実践した時にすごく飛ばしやすいですね。へえ、知らなかった。おもちゃのドローンも高専の、あ、そのドローン大会の時には、ブースに準備していますので、そちらでも体験していただけます。タクさんから、これでどれぐらいの時間飛行できるんですか、お値段はということで、すみません、あのさっきすずちゃんが持ってたのが、うん、確か飛行時間7分ぐらいだったかな、一つのバッテリーで。7分、うん、そんなに。で、お値段は、確かアマゾンで5000円ぐらいだったような気がする。アマゾンで5000円で売ってるの、うん、さっき1万円って聞いてたけど。1万円ぐらいのもあるよ、ね、え、うん、だから5000円、そうそう、ここ近くだったらあのライカム の, あの中の電気屋さんとか行ったら安いの、売ってるんじゃん。5000円から1万円、うん、いや5000円だったら買う買う、ね、前、うん、最初出た時の金額あるじゃないですか、いろんなもうドローンが、うん、初期の時に、初期の時のこの、うんうん、まあ、一般家庭でも買えるっていうので、それが、うんうん、まあ、この身近になってるっていうのが、そうだよね、なんかお手頃な感じはしますね。びっくり、全然買えるよね、うん、ちょっと何か我慢すれば確かに、うん、で壊れにくいんだったらなおさらいいんじゃない、うん、ゆうじろうさんが持ってるものを、これそうですね、あの今僕がまあ、あのツイキャスやユーストリームで見ておられる方しかちょっと見えないんですけど、今僕が持ってるのがあの空撮ドローンで結構ポピュラーなあの DJI の、ファントム3っていう機種なんですけど、これで、1回の飛行が23分ぐらいですね、かカタログ上で。で、お値段が今だったらいくらで買えるかな、安くなってるんじゃない、今多分13万もしなかった気がする、うんうん、ぐらいで買った時はいくらでした。買った時はね、多分あのバッテリーとかいろいろ込みで20万超えたかな。ですね。うーん、で、まあ、ついでにその時間とお値段のお話で、うん、このつい先日ですね、この DJI からあの新しいドローンが、まあ、新製品が出たんですけど、ファントム4のプロっていうものと、うん、インスパイア2ですね。このインスパイア2があれ本体が30万なんだけど、
構カメラなし、カメラなしよ。カメラなしで、うん、カメラつけたら37万ぐらいねえ、うん、約40万近いんだ。でそこからまあバッテリーとかまた追加で買わなきゃいけないけど、いろいろ付属品を買って、うん、で、そのインスパイア2、バッテリー、デュアルバッテリーっていってバッテリー2つ搭載できるんだけど、はい、それだと最大27分飛べますよ。それでも27分、それでも27分です。そうなんだ、うん、なかなかそこら辺はあれなんだね、あの進歩はない難しいんだねやっぱり。そこら辺はねちょっと難しいかな、うん、重さだったりとかね、うん、そっか。はい、で、あ、でちょっとリスナーさんからですね、リュアラさんからこんばんはって、あの私もメールで参加申請書を送信しましたが、受け付けましたとの返信はあるのでしょうかということなんですけど、あ、はい、結局私の方でやってるもんですから、はいはい、来週月曜日以降の返信という形になると思います。ということですね。ちなみにこれ申し込みは、ドローン競争の申し込みは、11月25日までですので、興味のある方は25日までにぜひ、ね、まだ間に合いますね。間に合いますね、うん、はい、ぜひということです ね、私もなんか応募したくなってきたけどぜひ、ね、行ってみたら、応募し、このドローン競争とかに参加しなくても全然楽しめるとは思うので、体験とかもね。そうですね、うん、でファミコンさんから、室内用の赤外線飛ばすやつかなって、多分さっきのそのスーちゃんが持ったちっちゃいやつこれで、はい、ただこれは赤外線じゃなくてついてない、普通に Wi-Fi 2.4GHz の電波で飛ばすやつだと思いますね。ファミコンさんがぜひ応募するべき、応募しました、で最初巡回コースの簡単の方で応募してたんですけど、ちょっとスラロームの方に変更してみようかなと思って、うん、変更した方がいいと思う絶対。さすがにインスパイアは持ってきたくないけど、あ、ま、万が一壊したらちょっと壊れないよ差し支える仕事にいろんな意味で、はい、持ち込みの方は保険の方は、あ、はい、保険があるから保険は大丈夫ですね。わかりました。あ、で、このドローン大会の中で、まあ、一番上にある国際ドローンレースっていうのがありまして、タイの学生と、沖縄高専の学生ドローンによるプログラム含むレースを行いますというのがあるんですけど、先ほどちょっと聞いたんですけど、これはもう完全にオリジナル の、はい、機体ということですね。あ、そうですね、はい、はい、で、プロポで操縦、自分で操縦するのと完全な自立飛行が あるというふうに先ほどお聞きしたんですけど、はい、自立飛行って難しいんですよね。まあ、このコンソーシアムで提起しているスラムっていう、はい、レーザーで、仮想空間を使ってやるっていう、はい、そういうやり方ではない、はい、単純に座標で、はい、どことどこと見なさいというそういう形ですので、はい、そこまでは、まあ、まあ難易度で言うと、はい、そこまでは難しくはないと思います。ああ、はい、でも座標って言ってもあれですね。GPS でその自分の座標を、はい、そういう意味では、うん、最初のポイント以降については、はい、GPS は大使館の中ですので、はい、GPS を使わないという形にはなると思います。このファントムとかも飛ばしてて思うんですけど、やっぱりそこまで GPS も精度いいわけじゃないので、結構誤差があるじゃないですか、はいはい、数メートルまではないんですけど、なのでそれで本当にもうセンサーのみで自立飛行ってどこまでできるんだろうっていうのがすごく、そうですね、そこら辺は、はい、ある程度ずれるとかそういうのはあるかと思います、はい、完全にレースとして、コースを回れるかどうかっていうのはちょっとそこまでの、うん、まあ、数メートルずれたりとか、はい、そういったことはもう、まあ、想定はしているレースに なってます。なるほどですね、まあ、これは本当もうじゃあタイの学生とその沖縄高専の学生さんが どれだけ実力を発揮できるかという、そうですね、そういう意味では、うん、そういう意味では結構面白そうですね、面白いと思います、はい、ちなみにタイの学生さんって、はい、何人ぐらいいらっしゃるんですか？あ、ちょっと私もここの、国際ドローンレースに関しましては沖縄高専さんの方で、まあ、学生の、含めてやってますので、ちょっと人数の方はそうなんです、ちょっとわからないですね。竹さんから沖縄で本格的なドローンを、実物を確認しながら
買おうと思ったらどこがあるんですか。実物を確認しながらですか。どこがあるかな、ご存知ですか。物体、そうそうそう、実際に実機を見ながら買えるところ。僕も全部あのネットでオンラインストアで買っちゃったから。沖縄あるのかな。実機でというのは聞いたことはないですね、販売してるお店は聞いたことあるんですけど、実機があるかどうかがちょっとわからないんですよね。だいたい今ですともうネットで、はい、あの注文するというのが、うん、主流ですので、うん、あ、リュアラさんからスカイシナプスさんっていうふうにあの来てますね。あとそれあのホビーセンター岡本さんっていう那覇のラジコン屋さんで、販売してるらしいんですけど、実機があの確認できるかどうかまではちょっとわからないですということですね。はい、ここまででどうしようかな、一回 CM 入れようかな、ちょっと、うん、うん。ATIS Information Charlie Win 3305。 お聞きの番組は FM 宜野湾のスタジオから生放送でお届けしている飛行機アイランドです。はい、本日は、ドローンをテーマに、ミニサーベイヤーコンソーシアムの、メンバーであるシステムビットさんの、から、キャンさんと、沖縄エネテックさんから、すいません、沖縄エネテックの伊佐と申します。伊佐さんと鈴木です。鈴木さんが、はい、来られております。で、ちょっとここからですね、ドローンのその事例、活用事例ですね、多分一般的にその、まあ、今ドローンって言ったら音の空撮が、うん、皆さん思い浮かぶと思うんですけど、それ以外で結構、例えば宅配とかそういったものに活用していこうみたいなのがあるんですけど、そうですね、ミニサーベイヤーさんではその、日本国産 の、 そのドローンを作ろうよみたいな感じで、あ、そうです、はい、団体ができたよっていうことを先をお聞きしたんですけど、はい、そのメンバーの中で例えばの業者さんの中で、どういった感じでドローンを活用されているかというので、はい、あとお聞きしたいんですけど、沖縄に限りますと、まあ、今日、来ていただいている、まあ、会社さんの方でやられているものであるとか、はい、あと、やはり空撮も一つ、はい、大きな活用方法と、はい、あと最近ですと、測量関係ですね、測量、はい、まあ、建築土木、うん、やはりちょっと人材が不足していて、はい、今国土交通省とかで、はい、まあロボットやドローンを活用して効率化を図りなさいというような施策が出ておりまして、それをうまく活用しながら、ドローンを活用していこうというのは非常に今県内でも活発に動いてます。アイコンストラクション、うそうですそうです、はい、チャタン、58号線走っててそのチャタンのところで、ネッツさんとかあるあたり今なんかすごく工事をしてますね、うん、はい、国体道路を曲がるところあたりかな。あそこ の、 その工事 の、 ところになんかアイコンストラクションっていうその横断幕がいくつか貼ってあって、で、まあ、こういうところでもしかしたらドローンで測量とかしたのかなとかって思ったり、はいはい、今後は例えばその工事現場、まあ、何か工事をする前のところとかで
こうドローンが飛んで測量しているところとかそういったのを見ることが多くなる可能性があるということ、ね、あそうです、うん、まあ、測量が今注目はされてますけれども、はい、やはり空中から撮影できるということで、はい、工事現場の進捗 の, まあ、どのぐらい、以前の写真から、はい、今日の写真を撮ってどのぐらい進捗が進んでるかなとか、うん、そういった進捗管理で使ったりとかですね、はい、あと、まあ、ちょっとこれアイコンストラクションとは違いますけれども、はい、沖縄県内でも例えばダムの、はい、ダムや橋梁とかの、検査、はい、そういったものに一部活用してし始めたところとか、はい、そういったものは当工作者社の、会議さんの中で、はい、いろいろ活動が始まったところです。先ほどなんか沖縄エネテックさんのところで施設の点検とかで活用されているというのも、はい、お聞きしたんですけど、具体的にはどういった感じなんですかね。はい、我々沖縄電力の、はい、グループ会社でして、はい、まあ、電力の設備ですね、はい、の点検で活用できるんじゃないかということで、電力の設備の点検、はい、例えばその変電所とかそういったところ、そうですね、今のところ、はい、発電所とか鉄塔をメインで、はい、活用しているというところです。ああ鉄塔とかも、なんか、そうですね、ちょっと聞いたことがあるのがその鉄塔の前とかすごく電磁波とかで、ドローンとかその操縦がしにくくなるんじゃないかっていうのを聞いたことあるんですけど、はい、そういったのって実際あったりするんですか。はい、これはいろいろ言われておりまして、うん、今のところですね、6メートル以内に近づくと支障が出てくるだろうというふうに言われておりまして、その辺り今、検証しています、はい、なるほどですね。じゃあ、さっきこの DJI さんから、ズーム、ドローンにつけるそのズームレンズ30倍まで見れるものとか発売されたんですけど、ただそういうのとかが出てくるとすごく、うん、点検とかに活用できる、すごい活用できると思います。6メートルも離れてたらね、そう、あ、だから6メートルそのレンズがあれば、そこまで近づかなくても、うんうん、ズームレンズがあれば役に立つね。でも、うん、ちょっと変な話しちゃうけど、でもそのズームレンズが出ると、僕は以前このドローン扱った時に、うん、ドローンで例えばその露天風呂とか覗きとかできないよとかって言ったんだけど、うん、それもうあれだね、うん、もうそれは古い話だっていうことなので、そうだね、ズームレンズとか遠いものが近くにあれだからね、うん、まさかこんなに早く出ると思わなかった。そうなんだ、うん、ズームレンズ使うと、はい、30倍のズームレンズ使うと、はい、だいたい10メートル離れてても、はい、その鉄塔についてるボルトに書いてある、はい、シリアルナンバーみたいなのがはっきり見えるんですけど、あんなにですか、印字されてるものが、そこまですごい、あんな綺麗に見れるんだ、すごいですね。ミッチーさんから、やはり電力会社の関連となると、徒歩巡回を機械化したいとかそういう狙いもあるのかもということらしいんですけど、そんな感じですかね。はい、まあ、電力設備となると、はい、高所高いところだとか、はい、高電圧とか、はい、人が行って点検するの結構、安全に気を使うところがありまして、はい、それで、まあ、迅速でかつ安全に点検するには、はい、すごい活用できるというところで、はい、そうですね、なんだろう、山の上と沖縄ではなんかあまり見ないけど、ちょっと山の中とかに立ってるその電線の鉄塔とか、そういったのを点検するには多分すごく、うん、便利なんじゃないかなと思うんですかね。竹さんから、真面目な使い方以外で結婚式の余興で流れるビデオなんかにもドローンで撮った映像とかが使われ始めるんでしょうね、うんうん、ということで、そうですね、YouTube でも、ま、ちょっとだけ事例がありますね。多分この辺は僕の方の関連になると思うんですけど、活用の仕方一つでね、 こっちは、うん、こういった余興映像とか多分こっちの僕の方の話になっちゃうので、それ以外の点検とかって近藤にって言ってるみたいもう宣伝してる指数でいや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 、たまにはね、そういうこともね、そうなんですね。ミッチーさんから、58号と国大道路というと FSO さんに行くところですねということで、うん、そうですね、あそこって何、もともと何だろう、基地とかあったところなのかな、 あそこら辺一帯すごく開発されてて、うんうん、なんか区画整理もされてるんだけど、もともと何があったのか、基地があったのか、それが返還された、多分基地だったと思う。そうなの、全然知らないから、翔也君そうでしょ、多分だよね、基地っぽいよね、うん、
そんな雰囲気はあんまり行かないからちょっと分からないけどっていう感じではあるんですけど、うん、竹さんからツイッターか何かで人が乗れるドローンの画像を見たけど、あれは本当、そもそも人が乗れたらドローンじゃないですよねってことで。違うよね、これも前も話さんかった。ああ、ね、そのネタ出たよね。2、3ヶ月に1回のペースで話してる感じ。なんかね。いやいやいや、いやそんなペースじゃないと思うよ。そんなペースじゃないです。今後出たらいいなみたいなのはあるけど。人が乗ったらドローンじゃないよねっていうのはもうありますかね。そうだね、乗り物だね、普通の。あ、まあ、あの竹さん多分。そういうのをまあ、研究してるところもあると思いますみたいですね、海外の方に。ミニサーベイヤーさんではとかされてないですか。あ、そういった使い方は、はい、そういう使い方は今のところ試作とかそういうのはないです。でもあれいいんじゃない、はい、あのじゃあ、ね、あの手が届かないところの、はい、まあ、ほら危険な場所をドローンが行ってチェックするじゃないですか。でいざやっぱりこう不具合があった時に実際人が登らないといけないじゃないですか。ちょっと二度手間じゃないですか。そうなった時になんかこうドローンに手がついていれば、どういうこと？ロボット、そう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 、なんかちょっと最小限動けるような、そう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 、な何かしらこうなんていうんですかね、こう掴めたり、そうそう、ちょっとこの、あるんですか？日本には、日本のメーカーですね。日本のメーカーなんですか？そうなんだ、すげえね日本。130万画素さんから、農業の分野もドローンの時代が来ていますで、米麦の収穫時期判断とかで、あとそれと農薬散布で、さっきの DJI さんが農薬散布用のドローン出してますね。収穫時期判断っていうのは、あれは赤外線カメラ搭載のもの、スペクトルカメラという、はい、あの、まあ、赤外線も含めたカメラで、はい、畑であるとか田んぼを測定すると、はい、よく、まあ、よく育ってるところとか、はい、ちょっと肥料が必要なところとかっていうのが解析できるような、うん、そういうカメラをつけることによってできるようなことになってます。沖縄でもその農業で活用とかってあるんですけど、なんか、はい、別の団体というか別の会社さんとかで、はい、一応県、沖縄県とかに提案をされているようで、まあ、そういう動きも沖縄の方でも出てきてます。沖縄の畑って大体サトウキビ、チューブとかだと、そういうの見るけど、サトウキビで例えばドローンどう活用するのかなっていうのは、いろいろドローンってさ、うん、例えば沖縄の畑っていうか内地の方の畑では、うん、ほらなんか食べられたりとか動物に自然の、うん、はいはい、そういう被害があるけど、うん、そういう避ける意味でもなるのかな、うん、なんていうの、例えばドローンを飛ばしてたら、うんうん、動物が寄ってこないとか。あ、それはないかな。逆に、なんか鳥が寄ってきますよね、はい、たまに。カラスが寄ってきました、はい、ドローンにですか、うん、そうなんだ。このファントムより大きいあのインスパイアというドローンが、うん、熊高か何かにあの墜落させられてた動画もあったね。びっくり、うん、敵と思ってるんですかね。そうかも、餌を取るなみたいな。そうだね、仲間だと思ってんだろうね、うん、仲間だったりとか。で、竹さんが国もドローンの活用に大きな期待を してるようですよねって、航空法の第一条がドローンの出現で改定されてますよねということで、はい、その航空法の話が出たんですけど、うん、最初ちょっとあった、リスナーさんからもあった姫路城でドローンを使ってた人たちがいた、うんうん、あそこはもともとその、ちょっとすみません、これ調べてきてなかったんですけど、飛行禁止区域、うん、DID 地区になるのかな、まあ、分からないけど、それ以前の問題として、はい、あそこはもう世界遺産というか重要文化遺産ですので、うん、はい、そもそもそういうところでは、うん、飛ばしちゃいけないですし、うん、飛ばす際には飛行申請をしないといけないのが大前提ですね、うん、はい、ちょっと GID に入ってたかどうかってのはちょっと分からないですけど、うん、前回は確か日本人かな、で今回はなんか外国人の方ではないかなっていう、はい、やってるんですけど、なかなかね、多分外国人の方だと日本の法律を知らないっていうのが結構、まあ、でもドローン使うぐらいだったら最初からあらかじめ調べておけよっていうのが結構海外でも規制がされてますよね、はい、いろいろと、うん、僕もちょっと来週中国行くんですけど、最初はちょっと中国でせっかく行くからドローンレンタルしてちょっと飛ばそうかなと思ったんです。でもで調べた時は一般人でも飛ばすそうだなという感じだったんですけど、まあ、最新情報を調べたら免許制になったみたいなんですね、最近。結構だから中国も厳しい、変わったんだ、日本よりも厳しい、逆にだからあ、これダメだと思って、
もう諦めたんですけど、結構意外と、皆さん、なんだろう、ドローン その規制とかで、いろいろ規制厳しいというか言うけど、結構海外の方が逆に厳しかったりしますね、アメリカとか。そうですね、アメリカは特に、はい、厳しいですね、アメリカ、ヨーロッパとか、はい。もともと厳しかったんですか、そのアメリカって。でドローンが出たと同時に厳しかったではないんじゃないですか。まあ、結構普及したしてからきび、いろいろとやっぱり出てきて、新しい規制が、ね、まあ、でもこういった規制ってそのこう、こういう産業発展になんか影響とかしてきますかね。でも、もちろん、はい、そういった法律を整備するっていうことは重要ですし、はい、まあ、日本も法律制定される前は、はい、飛ばしていいか悪いかさえ判断できなかったので、はい、少なくとも飛ばしていいっていう、条件面とか、うん、飛ばしてダメだっていう法律がちゃんと整備されたっていう点では、はい、いろいろやりやすくはなってきてると思います。なるほど、はい、逆にそのちゃんと法律でしっかり、飛ばしていいよっていうの、できたからこそ飛ばしは少なったっていうことですね。確かに逆に決まってないと、どうしていいか、うん、逆にそうだね、一旦に自由に飛ばしまくってね、うん、逆に世間騒がせてもっていう、最小限やっぱ多少なりのルールはやっぱり必要ではありますね。そうですね、はい、という感じですね。でこうやっていろいろ話したらやっぱりもう時間がなくなって、残り4分、はい、やっぱり意外とね足りないね、なっちゃう、ね、ということで、もう一度そうですね、12月2日に、開催されるこの県内初、第1回沖縄ドローン大会、沖縄県名護市辺野古、の、沖縄工業高等専門学校、まあ、これも多分実際調べたらすぐ、駐車場とか、いつもその宜野座インターから降りてこうずっと、まあ、一般道走っていくんですけど、これ駐車場っていうのはどこにあるんですか、ね、建物がなんか両サイドにない、なかったかな、高線、はい、那覇方面から来ますと、はい、右側と左側、ありますけど、はい、実際、右側は、はい、生徒さんの寮になってますので、校舎そのものは全て左側にありますので、はい、駐車場も、入ってすぐのところと、上り切って、奥の方に、はい、大きく分けると2つありますので、そのどちらでもご利用できるようになってます。なんか当日看板とかって出てますかね、高専の前に、高専の前には、はい、駐車場こちらとか、中に入ってからは用意して、はい、いるんですけど、はい、入り口の方には、うん、今のところちょっと、ちょっと、検討します。わ、はい、かりました、ありがとうございます。はい、ということで、今たくさんからドローン欲しくなってきました、高専にも行ってみたいということで、はい、12月2日金曜日の9時から5時の間で、沖縄工業高等専門学校でこちらで、開催されます。で、9時から12時の間に、国際ドローンレースということで、タイの学生と沖縄高専の学生が、まあ、自分たちで作ったオリジナルドローンでのレースで、あと体験ブースでは、ドローンのシミュレーターでドローン操縦の疑似体験や、ホビードローンを使っての、実際のドローン操縦ですね。あとこれは事前申し込みが必要なんですけど、10時から2時半の間で、ドローンの競争ですね、まあ、これ機体持ち込みもできますし、まあ借りることもできますので、巡回コースや8の字コースとかスラロームの3コースのタイムトライアル、まあ、そういったイベントがあります。で、最後に、日本で その、まあ、ドローンの第一人者である、千葉大学の、野波教授の、講演会が4時から5時の間ありますので、はい、皆さんお時間ある方は、ぜひ、沖縄高専の方に、いらしてください。でよろしくお願いします。はい、時間ギリギリになっちゃったね。ギリギリだね。さてどう締めようかなという感じで、まあ、でも逆にねこういう時にね、どう締めようかというのがいろいろ難しくなってくるんだけど、あ、ミッチーさん、一度ドローンは飛ばしてみたいなと思いつつなかなか飛ばせる場所がねということなんですけど、来月沖縄来られた時、僕の貸しますので、はい、ぜひ試してみてくださいということですね。それでは、じゃあもう締めましょうね。今夜も FM ギノワ飛行機アイランドお聞きいただきありがとうございました。この後、はい、この後もまた FM ギロワの番組を、お聞きください。この番組は空撮をもっと身近に、かりゆしエア、航空ファンが集まるお店、那覇市栄町航空バーノッチフラップの提供でお送りしました。
はい、それでは、来週はすみません、僕がいないのであのお休みということで、また次は再来週ですね。はい、はい、再来週はあの千葉エアフェスタをテーマに、はい、基地関係者の方ゲストに招いて、お話しします。では、うん、皆さんそれではお疲れ様でしたということで、はい、まあ、残り20秒だけど、うん、終了ということで、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。